まずは、マジモジルルモについてご紹介していきましょう。はい。原作は、渡辺渡先生が月刊少年シリースにて連載されていた作品で、現在は、マジモジルルモ放課後の魔法中学生が連載中です。はい。そして、あらすじですが、 可愛くて切なくてちょっぴり死が身近なマジカルスラップスティックコメディー、うん、いつもここ神様ねスラップスティックィいつも頑張ってやってるよここね <laughs> 学校一のスケベ男しばきのもとに送られてきた魔法のチケットは魔女から修行魔に格下げされたルルモの人間界での修行のためのものだった、うん、ルルモの修行過去と自分の欲望のために、うん 魔法のチケットをじゃんじゃん使うと宣言したしばきだったが実はチケットは彼の寿命そのものだったという感じになっていますそうなんですよこれねもうあの、はい、2>, 2話まで放送されてるんですよ、ね、そうですよねあのどうですか皆さんこれただのさあのまったりなんつ<う>コメディでさドタバタしてな最初に嫌だよね。 もうなんか最初から、うん、それ寿命やでみたいなそうそう言われるからケロッと言われるからね,そうねそうなんかさだから何だろうどことなくちょっぴり切ないのはそれ,それのせいだよね、はい、きっとね。 ちょっぴりしがな原作を読んだ時に、はい、なんかどんどん引き込まれる話だなと思って、はい、なんかルルモンもすごいさ、はい、無表情だし、はい、なんか静かだしどうなるんだろうって思ったけどどんどん可愛く見えてきちゃって、はい、そうなんですよ、ね、でキャラクターたちがねもうみんな。 それぞれがすごいさ、うん、素敵だよねなんか魅力的というかう、ね、しばきはしばきで可愛いしそうか <laughs> 可愛いんですよね <laughs> そうねなんか結構その、うん、キャラクターごとにこう、うん、なんでしょうあのフォーカスされてこう話がたくさんあるからそうそう読みやすいよねそうですよね,ね,ねなんか あほんとスケベな話かと思いきやなんかハートフルなねうそうそうそうハートフルハートフルほんとハートフルだよねはいというわけで私たちが演じているキャラクターもねちょっといろいろはいじゃあ説明していきましょうまず私三森鈴子が演じているルルモ役なんですがんルルモはですね芝木くんを助けるために魔女から格下げされた修行魔修行中の魔女なんですね再び魔女になるために今人間界で修行中ですで 無口で不器用本当に不器用なんですけどで,す、ねはい、でもすごくそのけなげなね、うん、頑張り屋さんすごい芝木君のために一生懸命なところがね、うん、とってもとってもね可愛いいですよ このなんか人間界に慣れてないから、うん、あのー、そのそなんかいろんなことができないじゃないですか<う>ルルモちゃんってそ,うなのそこがまたちょっとキュンキュンしちゃうんですよねすそれを頑張ってこう、ね、お掃除してるのに汚しちゃうとかそうそうそうしかもさ2話ではもう出てきたかなあの実はその何つの「また呼べ」とか言ってさ1話で「<う> <laughs> しばき困ったらまた呼べ」とかさ <laughs> 帰ってったのに実はさ公園に住んでるっていうさあいつあんなとこに住んでんのかみたいな。<laughs> <laughs> でカエルが苦手でこう「いやっはーってなったり <laughs>。 すごいなんか独特の笑いだよね子ども可愛いしなんかどんどん見てるうちにこうなんでしょうすごい愛くるしさをどんどん感じてそう演じててもなんかもう子供みたいになってきただんだんそうなりそうですねそしてそしてじゃあ私が演じさせていただくのはといいう役でござますタナコちゃんはですね「FHK 不思議発見クラブ」のなんと新入部員 柴木くんが求めていた初の女性部員といとで、うんね、やっときたはい、うん、どんな子なのかと言いますと才、うん、色兼備であり新一年生女子可愛い子ランキング一位、うん、これもうなんかこの肩書きだけでなんかやばい子入ってきた、ね、みたいな、うん、感じに見えるんですけど実は fhk の部長に、うん 少しほの字ということでですねほの字ねほの字ですよ <laughs> 久々に言いとくちょっと古かったかなって、ね、やっぱりちょっとちょっと査証してんじゃないの<れ>ちょっとおかしいなほ <laughs> の字ってほの字だよ確かにそうなんですよ、ね、ちょうどね今放送されてる二話で、はいはい、田中ちゃんがねすごくなんか注目をされてる回ですよねそうなんですよ あの実はあの3話からすごくあの3話からというか3話があ見せ場がたくさんある3話から2話じゃなくて3話だ次回でも多分2話であの見つけられた人はちょっとちらっとタナちゃんがいる ちもうすぐ3話から活躍するんですけどすごいね可愛いよねタナコちゃんもそうなんですよねなんかすごいなんでしょうなんか全部できるのに嫌味のない可愛さがすごいあって勝てないよこんな子にはちょっといや本当なんか残念なところがまた可愛いそうそうありますよね完璧じゃないからいいんだよねそうだねそうなんです そして、はいえー、他にもあ主人公のね,公ね、えー、高橋誠さんが演じる柴木コ太タくんこちらはまあルルモの契約者であり、えー、主人公であり学校一のスケベ男、はい、変態柴木ですからね <laughs> はいそうですよ。 でも変態しばきだけどすっごい正義感が強くて根が優しいほんと情に熱いそんなね男の子でそうなんですもう1話ではね一1話2話ではもしかしたらパンツお風呂パンツお風呂みたいな感じだったかもしれないですけどそう意外にこうね何だろう熱い男だよねそうですね本当に。 またちょっと高橋さんのアドリブとかがすっごく面白くてなんかなんかすごいかぶっちゃうんだよね高橋さんとさしばきが。芝木くんがいるみたいな感じに思えちゃいますよね。ねアフレコ中もさなんか高橋さんさすごいさ一人でめちゃくちゃなんか練習してるんだけどまあ芝くんのセリフいっぱいあるしね大変だなと思ってるけどすっごいこの間もさあのアフレコの休憩時間に 私隣の席なんだけど急にさ立ち上がってなんかランニングみたいのし始めてなじみながら私は携帯いじってたからあんまり直視はしなかったけどこの辺ですごいずっと動いてんの立ってでなんかあっちょっと待ってずっとんか言って何だろう走るシーンだったんですかね芝木君が。何の練習かかかちょっっと分んんなただけど とりあえずすごく何かを頑張って。た休憩時間も。ちょっとぜひゲストで来ていただける時あれば、ちょっと審議を。何をしてたんですかって。そうだよ。ちょっと聞きたい。なかったんだけど、あまりにも真面目にやってたから。突っ込めなかった。なかなかちょっと。今どうしようってなっちゃいますね。はい。そしてね。はい。チロです。チロ可愛いんですよ。黒猫のね。ルルモの使い魔の猫。はい。美里さんが演じています。はい。この子ね、実はね。はい。 返信できるんだよね <laughs>。そうなんですよね。<laughs> そう、しかも、ほら、関西弁っていう。<laughs> 最初、私、結構、あの、一話を見ながら、こう、うん、ハッシュタグつけるじゃないですか。うん、で、うん、ハッシュタグを、こう。 ポンと押して見てたらあのチロが喋ったところで喋るんかいみたいなあーそうそうそうツッコミが結構損壊っていう人がいてしかも関西弁っていうなんでみたいなそうでも可愛いですよねまたチロはいいよねなんかもうすごくそのチロはとってもおしゃべりだし頭も割とこううなんつの切れるというかそうですね賢い感じですごいおしゃべりな チロと、うん、その無口無表情なルルモのそのね対照的な二人の感じが、ね、いいす,、ね、がすごい素敵ですよねはい、うん、チロもすっごいもうルルモ大事なんだなっていうのがすごく伝わるエピソードがいっぱいあるんですよ原作ではねそのすごいねなんかハートフルな話あるよね二人のありますよね,ねそれもオンされるのかなどうか,どうかな、はい？楽しみにしていてほしいと思います